私たちが世界旅行に出て早1年。今日はそのきっかけを改めて説明するね。私は夫と世界旅行をしている妻。夫と私は以前は普通の会社員として仕事をしてたんだけど、そんな中、年齢も年齢だし、周りの出産ラッシュもあって、そろそろうちも子作りしなきゃっていう話をしてたんだけど、急に夫がこんなこと言い出したの。よし、会社辞めて世界旅行へ行こう。ま、え、嘘でしょ。なんでこのタイミング？お金は？キャリアは？夫曰く、子供ができたら2人の時間はなくなるし、40歳になったら身動き取りづらくなるから、この1年間だけは何も考えず2人の思い出を全力で作ろうということだった。めっちゃ悩んでいろんな人に相談もしたけど、そんな経験した人いないから結論は出ずじまい。最終的に何度も夫と話し合って、次の理由から中年退職して世界旅行へ旅立つことに決めた。1、子育て、親の介護が始まったら旅行なんて行きやしない。2、世界旅行、お金がなくなったら最悪帰ってくればいい。3、会社員これまで10年間真面目にやってきたし、また再就職できるっしょ。っていうか人生にリハーサルはない。今が本番なんだよね。こうして2人の世界旅行がスタートした。両家の冒険は続く。日本って実はすごい。日本にしかないもの3選。今日は2年世界旅行してる私たちが帰国した時に空港で驚いたことを紹介していくよ。1つ目、スーツケースの取り扱い。日本帰ってきて最初に驚くのはこれ。長時間のフライトを終えてスーツケースを取りに行くと、スタッフさんが一つ一つ丁寧にスーツケースをラインに乗せてくれてるの。日本のこの神対応は海外の SNS でも話題になってて、もはや日本の風物詩になってるわいな。海外のスーツケースの扱いは言うなれば大乱闘スマッシュブラザーズ。投げ飛ばすのは当たり前。この前スーツケースの足折れて中身がぐちゃぐちゃに出てるスーツケース流れてきて、うわー、あの荷物ひどいなと思ってたら当たり前だったわよ。ねえ、どういうこと？2つ目、富士山。羽田空港から国内線に乗り換えて飛んでる。我が日本のマウント富士山が見える。世界旅行中もアルプス山脈やアイスランドなんかの迫力ある山を見てきたけど、美しさと潮らしさはマウント富士様が一番やで。3つ目、アニメのデコレーション飛行機。日本ではポケモンや鬼滅の刃とかデコレーションされてる飛行機多いよね。海外でレストランの店員さんとかとアニメの話で盛り上がると、大体デザートとかコーヒーサービスしてくれるくらい日本のアニメは愛されてる。このデコレーション飛行機もありがたみを噛みしめて乗るんやで。よけど冒険は続く。世界旅行の映え映像。実はこれ全部裏がありました。世界旅行も2周目。これまで数々の世界の絶景をお届けしてきたけど、今日は実際の撮影シーンの裏側を3つお届けするわさ。まず1つ目、車ドローン。よく車をドローンで撮影してる映像を使ってるんだけど、実際これ2人のタイミングが合わないといけないのよ。私が車運転して、ゼウさんがドローンの操縦。もう私集中しすぎて顔がポケモンのマタドガスみたいになっちゃってる。この映像がまさかこんな星空に支えられて生まれてるなんて信じがたいよね。2つ目、フライングドレス。海外の映えの定番といえばこのフライングドレス。日本では高価なこの体験、海外だと結構安くできるからおすすめアクティビティではあるんだけど、これ見て、スタッフさん総出でスカートなびかせてるのさ。映えの裏側はこんなコミカルランドだった。ラスト、絶景スポットの観光客。有名な絶景スポットにはとんでもない数の観光客がいる。ベストショット撮るために早朝とか平常のなるべく人が少ないタイミング狙ってるんだけど、予定の関係上一番人が多いタイミングと被る時もある。もうこうなったらみんなの隙を見ていい感じにフレーム切り取って貸し切りっぽいショット狙うしかないわよね。旅行も人生もフリースタイルラップバトルで乗り切っていこう。だけど冒険は続く。撤退するな。アイスランドで車内カラオケ。世界旅行の中で圧倒的超絶お気に入りな国第2位のアイスランド。いやー、ここだけは絶対みんなに行ってほしい。ぶっちぎりの第2位。ただここアイスランドでは絶対にやってはいけないことがあるの。それは車内で音楽かけてのカラオケ。アイスランドって国土面積が北海道の 1.2 倍くらいある北海道で、交通手段も車がメインで、市街地から離れると平気で道なり2時間ずーっと信号なしの道が続く超ロングドライブトラベルが待ってるの。周りの風景も地面もこもこの苔かモンハンみたいな大地が広がってて、最初はテンション爆上がりでずーっと一本道だし、夏メロでも聞いてカラオケすっかーってことで、昔好きだったミスチルとか椎名林檎とか爆音で熱唱してたの。いやー、これが世界旅行って感じだねーっつって一通り盛り上がって気づくんだけど、全然たどり着かない。っていうかすでに2時間走ってるのに Google のナビ上は1時間分しか進めてない。てかこれ時速150キロ換算の2時間じゃないか。結局 4,5 時間走ってようやく夜中に目的地到着。最後までカラオケしてた私たちの声はカスカスに。夫のゼオさんはもともと喉弱いから、その後熱出して寝込んでました。最後ミスチルの花火のもう一回もう一回が恐怖のラレルワードだったわさ。両家の冒険は続く。フランスエッフェル塔近くで行われている路上賭博、興味本位で絶対に参加しないでください。フランスパリに行くとエッフェル塔近くでこの光景見たことない。実はこれ驚きの事実があるんだよね。そもそもこの賭博のルール、3つのカップが伏せてあって、ディーラーがそのうちの1つに赤いボールを入れて素早くシャッフル。最後どのカップにボールが入ってるか当てるっていう簡単なルール。当たった人には結構なお金渡されるから、あたいも参加して一稼ぎしちゃおうかななんて思うんだけど、絶対やっちゃダメ。これディーラーも参加してる人も全員グルでイカ様。人前でやるときはあたかも簡単で、オーディエンスの人も何回やってもカップに入ったボールを当てられず盛り上がってる。こんなのも当てられないの、私なら楽勝だよって見てて思わせるように演じてるんだけど、いざ観光客が参加したら高額な参加費や掛け金を騙し取られます。ずっと観察してるとオーディエンスの桜も交代で休憩してたり、一
出演に場所移動したり、明らかに怪しいことに気づくんだけど、初めに見た時はなんだか盛り上がってるパリの風物詩なんかな的な感じで思っちゃうから、みんなも注意してくれよな。つやけの冒険は続く。トルコでの日本人の扱いがやばすぎた。私は会社を辞めて世界旅行してる夫婦。私たちは世界を回りながらたくさんの人たちと接してるんだけど、日本人の扱いがやばすぎたから、そのエピソードを紹介するな。これは夫のゼオさんとイスタンブールでトルコ料理をテイクアウトした時の話なんだけど、注文後にお店の人がお茶していきなよって言って待ってる間、紅茶出してくれた。観光的な感じじゃない結構ローカルの店で、最初は変なもの売られるんじゃないかってビクビクしてたんだけど、店員さんが、君たちは日本人かい？僕は日本の歌が好きなんで、この曲知ってるかい？と陽気に話しかけてくれて、店員さんは動画を見せながら、好きよ好きよと熱唱し始めたの。気づいたら夫ゼオさんと一緒に仲良しになってて、好きよ好きよだからディスカウントマネーマネーって言いながら店員さんと爆笑してた。トルコは親日で日本人にも優しい人たち多いから、みんなも夏休み行ってみてくれよな。ヨケの冒険は続く。この島にいる間、あなたは財布を開く必要がありません。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はモルディブのリゾートで超絶おすすめなオールインクルーシブについて紹介するね。普通ホテルに泊まると食事、シュノーケル、ビール、それぞれお金がかかるけど、モルディブのオールインクルーシブでは島にいる間全部最初からパックに含まれてるの。リゾートにいる間財布を持ち歩かなくていい。そんな最高に天国の仕組み。モルディブ？どうせ高いんでしょって思ったそこの山田。お値段9日間で35万円。日本からモルディブまでの往復券、リゾートまで行く水上飛行機、水上ビラの5日間の宿泊、シュノーケルツアー、イルカと楽しむサンセットクルージング、ウェルカムシャンパン、滞在中のアルコール、毎日豪華なビュッフェ、これ全部含めて35万円ってむしろ安すぎ珍百景じゃないか。この前行ったフラワリでは水中レストランでの食事と、この誕生日を迎えたお父さんのケーキ付きセレブレーションも含まれてて、マジでカムチャッカインフェルノだった。今モルディブ行く際に絶対失敗しないコツを紹介してるから、コメント欄から見てみてな。ゼオ家の冒険は続く。絶対行くな。バリ島のアヤネリゾート。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリ島で日本人にも大人気なアヤネリゾートに来たんだけど、正直絶対来ない方がいい。その理由を4つ紹介するな。まず理由その1、クタクタになる。このリゾートプールの数がなんと12個もあって、滞在中はしゃぎすぎて全てのプールで泳いでるとクッタクタになる。世界旅行中各国のプールでバタフライかましてる私としては、この数のスイムはもはや筋トレ。その2、腹がちぎれ飛ぶ。アヤナリゾートでの朝食は世界各国の超絶美味しい料理がビュッフェで並ぶんだけど、美味しいだけじゃなくて種類が多すぎて初見だとまず食べ過ぎること間違いなし。私は食べ過ぎて腹がちぎれ飛んだ。その3、日本に帰る気が失せる。アヤナリゾートではリラクゼーションスパが有名で、私たちも受けてみたんだけど居心地が良すぎる。日本に帰る気が一瞬で失せます。その4、目が飛ぶ。ここにはロックバーっていう世界でも有名な海に面したバーがあるんだけど、映えすぎて目が飛ぶ。みんなもアヤナリゾート行くときは絶対注意してくれよな。ゼオ家の冒険は続く。日本人の 99% の人は知らないドバイのこの島の実態。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はこのドバイにあるどう見ても常識離れしたヤシの木状の人工島を紹介します。ここはパームジュメラという人工島で、1本の幹と16本の枝に当たる部分で構成されている。この人工島、リゾートホテルや商業施設も多いからドバイでも人気な宿泊エリアなのだが、驚きの事実があります。それはこの島はまだ完成形ではなく氷山の一角であるということ。この世界一の人工島はお隣のパームジェベルアリー、そして少し離れたパームデイラを含む人工島3島を作るパームアイランドと呼ばれる計画の中で最も早く完成し、最も小さい島でもある。そう、言うなれば四天王のうち最弱の存在、それが今後の進化が勃起期になる島、パームジュメイラだった。ゼオ家の冒険は続く。世界旅行はビジネスなんかのためじゃない。これが私たちの全てです。私は会社を辞めて世界旅行してる妻。私たち夫婦も世界旅行を始めて早2年ってことで、みんなにたくさんの絶景と生の情報を発信し続けてるんだけど、よく質問されるのが、 SNS の発信って儲かるの？世界旅行ってどうやってマネタイズしてるの？ってこと。サラリーマン辞めて世界旅行するのを金のためだと思われるのも、私たちから見るとなんだかなって感じで超違和感。この活動はお金のためじゃなくて、みんなに少しでも人生ワクワクしてほしいって思いと、私たちの旅の記録を動画にすることで私たちが生きた証、夫婦の思い出が財産として残るんじゃないかって思ってやってる。だからこの活動を金のためだとは思ってないし、これからもとにかく世界の絶景とほっこり談話でみんなにほっこり通り越してもっこりしてほしいってことで、これからもゼオ家はガシガシやっていくから、これ見てまだ登録してない、そこなんた分かってんだからね。9割の人たちはこれ登録せずに見てんの。しなさいよ、ポチッと押すだけじゃない、なんでしないのよ。ってことで、これからも売れるか売れないかじゃなくて、やりきれるかどうかのみを追求していくぜ。ゼオ家の冒険は続く。日本人、海外行くと中国人と韓国人と間違えられがち。私は世界旅行に出てる妻。これさ、海外行ったことある人なら絶対共感してくれる話だと思うんだけど、海外の街を歩いててお土産屋さんやお店の客引きの人に話しかけられるとき、99%
ニーハオかアニョハセヨって話しかけられるよね。最初は日本人として尊重されてない気がして、少しバカにされてるような気もして、毎回イライライラリティフしてた。世界旅行を始めたての頃はこれがまさかアジアンヘイトなんてガクブルしてポッキー怯え散らかしてたけど、よくよく考えてみたらさ、確かに中国人ってそもそも14億人もおって、どこの観光地にもおるし、韓国は今や音楽やネットフリックスとドラマの露出がすごいから、アジア人見てパッと日本人って思う人今いないよなって気がついた。なんだったら私たちも日本に来てる外国人に何の区別もなくハローって言っちゃってることを考えると、変な固定概念にとらわれてたのは私の方じゃねって気づいてしまった。そんなこんなで今日も京都で海外の人たちと仲良くワイワイやってる私たちであった。これだけはやっちゃダメ、バリ島旅行。私は会社員も辞めて世界旅行をしている妻、今日はバリ島に来てて、リゾートも綺麗だし自然も美しいし物価も安いし最高ってことで、みんなにボッキーを勧めしたい場所なんだけど、いくつか絶対やっちゃダメな点があるから紹介するね。絶対ね。まずは野良犬に気をつけること。バリは治安めっちゃいいんだが野良犬が多い。最初野良犬多すぎてガクブルしすぎて歯がなくなったんだが、現地の人によると走らず歩いていれば大丈夫らしく、みんなも野犬がついてきても絶対に走っちゃダメだからね。ダメ、絶対。野良犬の次に怖いのは野良のタクシー。釣り返してくれないタクシーとか、観光客価格でむっちゃ値上げするタクシーがいて、昔はよくタクシー内で激おくスティックファイナリアリティプンプンドリームしてた。今はゴージェックっていう超便利な紙アプリがあるから、みんなもそれ使うといいよ。日本の DD とか Uber みたいなもんで、行き先とルート価格を決めた上で公認のドライバーが来てくれる。値段もめっちゃ安いし、カード払いもできるから釣りが帰ってこないこともなし。ラスト水道水。あるいは水道水飲めないんだけど、気をつけないといけないのはレストランでの氷。例えばペットボトルの水やコーラとか頼んでも、氷は水道水で作られていることが多い。氷抜きにしてもらうか、溶ける前にパーゲラ一気な。みんなも気をつけてることがあったらコメント欄で教えてな。アジア人は本当に海外で差別を受けるのか、世界旅行している私たちが実情をお伝えします。私は世界の絶景を求めて旅している妻。世界旅行を始めて早1年、正直出発する前は SNS とか見て、自分たちも差別を受けるのではとビビり散らかしてたけど、結論、私たちは差別に遭いませんでした。逆に印象的なエピソードがあって、これはフランス西部のオンフルールっていう港町での出来事なんだけど、夫のゼオさんとレストランでランチを食べている時のこと。ゼオさんがステーキ注文して美味しそうに食べてたら、急に喉に詰まらせちゃってゲホゲホ苦しみ始めちゃったの。焦ってスタッフさんにヘルプを頼もうと思ったんだけど、この状況を英語でなんて伝えたらいいのか、そもそもどうやったら解消できるのかわからなくて、頭パニクルーになってたんだけど、そんな時に近くの席に座ってたアブダビ出身のおじさんが一番に私たちの状況を察知してくれて、水をくれて助けてくれたの。お礼を伝えると、そのおじさんは、君たち日本人だろ、僕も同じ大陸の仲間だから困った時はお互い様だよって笑顔で言ってくれたの。なんて紳士的な方なんだろうと思うと同時に、人類みんな協力し合って生きていかなきゃなと思った私たちでした。ゼオ家の冒険は続く。バリ島にある星のやバリの正体がヤバすぎた。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリ島にある星のやバリについて紹介するね。ウブドの渓谷の中にある星のやバリ。日本でもあの有名な星のリゾートがバリ島にもあるの。空港から車で 1.5 時間。和風×バリ島の伝統的な建物が融合されていて、本当に心地がいいホテル。なんといってもお気に入りなのが、お部屋から直接入れる70メートルの運河プール。ここはマジで広すぎてヤバタニエンだった。続いてこの鳥かごのようなカフェガゼボ。ここで朝食やお茶をすることができるんだけど、久々の日本食の美味しさにおったまげたな。さらに私たちはホテルで開催されている早朝のハイキングアクティビティに参加したんだけど、自分たちでは行けないようなウブドのローカルな街並み、雰囲気を味わうことができるの。ホテルの方がガイドしてくれるからマジでおすすめ。バリ島に行く際は絶対参考にしてくれよな。テオ家の冒険は続く。これだけはやっちゃダメ。フランスルーブル美術館。私は会社員辞めて夫と世界旅行してる妻。今日はここフランスパリにあるルーブル美術館へ行ってきたぞ。けどね、最初に言っておくけど、思った感じじゃなかった。まずはチケットを事前にオンラインで購入。チケットを買わないととんでもなく長い列に並ばないといけないから、絶対忘れないでね。絶対ね。中に入ると中には人。話変わるけど、昔爪って曲あったよね。あれ好きだったわ。まず目指したのはミロのヴィーナス。その像はギリシャのミロス島っていう田舎町で農夫が発見したものなんだけど、先月たまたまミロス島に2週間も滞在していて、背景理解100点満点の私たち。次はモナリザ。ここもとんでもない人。モナリザを正面から見るにはまた長蛇の列に並ぶ必要があるんだけど、終盤にここを訪れた私たちのライフはすでにゼロで素通りしちゃった。逆にゆっくり見れて感動したのはこの映画の一コマみたいなエリア。ヨーロッパでしか味わえない豪華絢爛、シーン表描な作りにマジおもや。これからルーブル行く人は一つ一つしっかり見ずに、真っ先にお目当てのエリアに行くことをお勧めするぞ。明日はいいことあるといいな。ゼオ家の冒険は続く。ジャングルの中にリゾートホテル。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリの大好きなホテル、ザ・カヨンジャングルリゾートを紹介するね。はっきり言おう、世界旅行をしていてこのホテルが一番お気に入りオブザイヤーだった。ここはバリ島の奥地ウブドにあるホテル。このホテルプールがマジで最高なの。まずお部屋についてるこちらのプール、温水ジャグジーとプライベートプールに分かれていて、気分に合わせてローテーションできるの。続いてメインのこの2段になって
てるプール、これぞバリって感じだよね。同じ宿泊者たちがみんな気さくでプールサイドでお酒を楽しんでると、一緒に飲もう、一緒に踊ろうってパリピの姉さんたちが話しかけてくれる。マジで海外のこういうの大好きだわ。バリって治安も良くて、ご飯も美味しくて、物価も安くて、独特な文化が世界中から愛されてる場所だから、ぜひチェックしてほしい。強気の冒険は続く。ドバイで遊んだけど日本よりお金かからんかったぞ。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。ドバイってお金がかかるイメージがあるんだけど、日本より安いものだらけって知ってた？例えばホテルはドバイ政府が観光業に力を入れているから安くて新しいものが多いの。私たちが泊まったのはブルジュハリファの真下にあるローブシティウォーク。ブルジュハリファが見えるプール付き、洗濯機付き、ジム付き、部屋から有名なジャンクションが見える。世界最大のドバイモールまで車で3分で行けるからアクセスも最高。私たちが宿泊した時は2人で7,000円、1人3500円でびっくり珍百景。あとはレンタカーも安い。軽自動車は1日3,000円、セダンも1日約4,000円からで借りられる。マジで安すぎ安めぐみ。他にもドバイファウンテン、ハーフデザートロード、ドバイエキスポが無料で楽しむことができるの。ちなみに食事はレストランはまあまあ高いんだけど、スーパーは日本と大体同じぐらいだから私たちは毎日通ってた。確かに高級なお店もいいんだけど、こんなに世界一が並んでる街ならたまにはいいんじゃないか。ゼオ家の冒険は続く。モルディブに来て70万円無駄にした件。オラは経営者辞めて夫と世界旅行してる妻。みんなハネムーンやカップル、家族で一生に一度はモルディブに行きたいって思ったことない？私たちは新婚旅行でモルディブに行って以来感動しすぎて3回行ったことがあるんだけど、モルディブには最適な時期があるって知ってた？寒気11月から4月、雨季4月から10月。モルディブの天気は基本的に雨季でも晴れてて通り雨があるくらい。寒気は晴れてるんだけど値段が高いから全部雨季に行ったの。そんな私たちの過去3回の天気成績はこんな感じ。1回目8月ピノール、5日中1回だけ通り雨ほぼ快晴。3回目9月フラワリアンドリゾート、1週間中通り雨10分、ほぼ快晴。問題なのは2回目、9月ミリヒアイランドリゾート、1週間中全部雨、むしろ大嵐。ねえ、ちょっと驚きじゃない？毎朝カーテン開けども大嵐。2人で70万円がパンになったのよ。驚きすぎて開いた口が5週間閉じなかったわ。こういうケースもあるからよーく時期は検討してな。ツアーをどこで予約したかとか、短期間で20万で行く方法もあるから、気になる人は YouTube の長編動画見てみてな。強気の冒険は続く。海外のアクティビティが危険すぎて注意。私は会社員辞めて世界旅行してる夫の彼女というか奥さんというか家内というか妻。海外旅行してると、ああなんか危ないことして、スリルとか味わいてって気持ちになって、みんなもイルカと泳げるドルフィンツアー予約することあると思うんだけど、要はその中でもめちゃくちゃ印象に残ってるというか、もはやトラウマになってるツアーを紹介するぞ。それはハワイ諸島の中でも人が少なくて自然豊かなカウアイ島に行った時の出来事なんだけど、カウアイ島って海も島も緑も、ここの文化も本当にディズニーの世界から出てきたかのように素敵な島なんだけど、ここで参加したドルフィンツアーと島周遊ツアー、結構なスピードのボートに乗ってたんだけど、なんか様子がおかしいぞって思い始めて、ボートに巨大なウーバー積まれてて、爆音でクラブミュージック、キャプテンとガイドさんは船運転しながらヒーハーって踊り狂ってて、スリルあって楽しいけど、ガチで船から振り落とされんか心配になった。ツアーの中で海から洞窟へ探索しに行ったんだけど、全速力でボートで駆け込んでいってかなりスリルあったね。その時の様子がこちら。日本だったら絶対こんなブリンブリンなツアーないよね。イルカ見て洞窟探索して、カウアイ島の風を探索してクッタクタになったんだけど、最後までクラブミュージックでみんなを勝ち上げしてくれて、結果的には最高のツアーだったね。強気の冒険は続く。ドバイの高級ホテルの秘密暴露します。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はドバイで超おすすめのホテル、アドレススカイビューについて紹介するね。ドバイのダウンタウンにある超人気の5つ星ホテル。このホテルといえば何といっても54階にある世界最高のインフィニティプール、ブルジュハリファの噴水ショーも見える絶好のロケーションなの。このホテルロビーには世界の VIP たち集結してて、部屋からブルジュハリファも見える。間違いなく最高なホテルけどね、実はここのお値段、私たちが行った6月はなんと2人で 35,494円、1人換算だと約18,000円。このクオリティで安すぎない？1点注意なのはラマダーンと真夏の時期は避けてほしい。ラマダーンは一部お店閉まっちゃうし、真夏は暑すぎて気温50度になるから、ドバイの人たちみんな海外逃げちゃうんだよ。6月上旬はちょうど穴場だったかもね。あとね、 VIP が集まってるから服装には気をつけてほしい。我が家は存分に砂漠で遊んだ後に行ったから、 T シャツサンダルで、車も体も砂だらけでマジ恥ずかしかったわ。ちなみにブルジュハリファビューはフロントに伝えると変更してくれるよ。要望叶えてくれるからトライしてみてね。強気の冒険は続く。みんなも要注意、旅行サイトの罠。私は会社員を辞めて世界旅行してる妻。海外旅行ってトラブルはつきもの。今日はみんなに回避してほしいトラブルの中でも最悪のケース、出発前の航空券に関するトラブルを紹介するね。一応補足しておくけど、今回の話は旅行サイトを批判するためじゃなく、同じような勘違いを生まないために紹介するから、そこんとこよろしくな。まず旅行初日、私たちはハワイに行くために羽田空港に行ってチェックインしようとしたんだけど、アメリカから次の国に出国するチケットがないと搭乗できないってことだったんで、とある旅行サイトで日程変更可能のチケットを2人で10万円で取って搭乗したのよ。世界旅行ってことで日付はざっくりしか決まってないから、適当な日付でチケット取って後で変更しようと思ったんだけど、これが後に大きな問題となった。数日後、いざ日時変更しようと思ってその旅行サイトへ連絡したら、旅行サイト側
の変更手数料は不要だけど、航空会社側への変更手数料払わないといけなくて、しかも変更した後はシートを同額以上にしないといけないってことで、結局元々のチケット代10万円に加えて追加で9万円払わないといけなくて、新規チケット買い直すくらいお金かかった。これ私の勘違いかもしれないけど、日程変更不可のチケットは変更するときにお金がかかって、日程変更可能は無料で日程変更できるってことじゃないの？しかも日程変更可能の便は事前に追加料金払っとるんだけどって思ったんだけど、この黄色い旅行サイトペディアでは違うらしく、頭にハテナが5兆個ぐらい浮かびまくって、一瞬日本語全部忘れたんかと思った。これ私の周りでも結構同じ事案にハマってる人もいて、航空券は旅行サイトじゃなく航空会社本家で買うのがいいのかなって思ったよ。みんなはどう思う？日本ってもしかしてすごい？私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻、世界旅行を始めて早11ヶ月、昨日久しぶりに日本に帰国したんだけど、ほんと浦島太郎状態で驚いたことが多すぎた。まずね、水道水が直で飲める。水道水が飲めない国もほんと多くて、ミネラルウォーター買わなくていいことに驚き。世界には196カ国あって、そのまま安心して飲める国は12カ国だけ。その中で日本は安心して水が飲める貴重な国。次にコンビニ飯がうまい&安い。100円台であんなに美味しいおにぎりが食べるなんて神すぎた。フランス、北欧、アメリカの物価がありえないぐらい高かったし、栄養が偏りすぎてたから、日本の企業努力にマジ感謝。あとはね、海外でモンスターよく飲んでたんだけど、日本のモンスターのサイズが小さすぎてびっくりした。おっきい小さい。日本のモンスタースモールサイズ。これはモンスターじゃなくて小僧とかにした方がいいんじゃないか。日本は丁寧なものづくりの国なんだなとつくづく思う日々であった。強気の冒険は続く。ちょっとこれありえないでしょ。世界のがっかりスポット参戦。ほらは世界の絶景求めて旅してる妻。今日は世界旅行2週目で数々の絶景を体験してきた私たちが期待しすぎてがっかりしたスポット3つ紹介するぞ。1つ目、LA 空港近くのバーガーショップ。ロサンゼルス国際空港には毎日たくさんの飛行機が離発着してて、間近でその様子が見れるんだけど、私たちはこのインスタ写真の構図が撮りたくて同じスポットまで行ってみたんだけど、見てこれ、待てども全然こんな遠近感ある飛行機来ないの。多分これ合成とかなんかな。だるすぎだるし。2つ目、ロンドンアイ。ロンドンで有名な観覧車なんだけど、このスポット自体は近くにビッグベンもあってすごい素敵な場所なんだけど、私たちが撮りたかったのはこれ、水面に反射する美しい朝日とロンドンアイ。ただね、おそらくこれも合成っぽいの。どの時間帯に行ってもテムズ川がこんなに反射するタイミングなんてない。こいつもだるすぎだるしも認定だわ。ラストのだるしはこちら、バリ島ランプイアンテンプル。ここは超人気スポットで、朝から泊まりがけで行ってなんとか思ってた写真撮れたんだけど、ありゃりゃ、実際にはない反射空間を寺の方が鏡で作ってるの。むしろこの光景が珍百景だったわ。上家の冒険は続く。知らないと積みます。意外と知らないハワイ違いに要注意。私は会社を辞めて世界旅行してる妻。日本全国民の憧れ、常夏の楽園ハワイ。青い海、白い砂浜、最高のバケーションが待っている。リゾートホテルが立ち並び、免税店でショッピングも最高。ハワイってそんなイメージ持ってたんだけど、みんなの想像するそのイメージって、130個くらいあるハワイ諸島の中でもオアフ島だけって知ってた？私たちは世界旅行の最後の国をハワイにしようって決めてたんだけど、見てよこれ、あたり一面真っ黒。池どもずーっと真っ黒い大地に、一本道、ビーチやショッピングモールどころか草一本生えてなくて草。ハワイはハワイでも何も考えずハワイ島に来ちゃったんだけど、ハワイ島はオアフ島の都会的なイメージとは違って、地面の溶岩や手つかずの大自然が広がってて、全然イメージとは違った。まさかお隣の島でこんなにも様子が変わるとはマジ思や。けどさ、ハワイ島は4200メートルあるマウナケアに車で登って、満天の星空を一晩中見たり、雨の街ヒロで素敵な虹を見たり、ここでしか味わえない摩訶不思議アドベンチャーがあるから、興味ある人はチェックしてみてな。というわけの冒険は続く。日本では当たり前でも、海外でやると怒られること参戦。みんなもこれ聞いて海外で激おこぷんぷんドリームされないように注意してくれよな。1つ目、店員さんを呼ぶ。レストランやバーで注文するとき、日本だとすいませんって手を挙げて呼ぶよね。あれ海外でやると国によってはごっつい嫌な顔される。特にアメリカやヨーロッパとかだとテーブルごとに担当があるみたいで、その辺にいる店員さんに声かけて、オーダーいいですかみたいに聞くと、私担当じゃないから、てか担当が行くまで待っとけよ的な感じで注意される。注文したいときは担当スタッフさんにアイコンタクト取って小さく手を挙げると良きだわさ。2つ目、社員になる。これ日本人あるあるなんだけど、レストランやホテルで要望を伝えるときに英語がわかんないからってもじもじ話すと、あって顔されます。英語が伝わってないのはまだスタッフさんも何とか理解しようとしてくれるんだけど、もじもじしてるのは普通に嫌われます。伝えたい単語がわからないときは Just a moment って単語調べたり、相手の言ってることがわからないときは Could you text って紙に書いてもらっていいわさ。3つ目、細かくルールを追求しすぎること。海外だと環境も文化も違うし、日本人が思う完璧な状況にならないことも多い。ホテルで急にシャワーが出なくなったり、時間通りにスタッフさんがいなかったりとか余裕である。みんなでワクワク着火ドリームしていこうぜ。両家の冒険は続く。